午前8時前、札幌市南区白川で路上にクマがいると車を運転していた人から警察に通報がありました。クマは体長1メートルほどの子グマで、白川浄水場の敷地の藪の中に入っていったということです。警察と札幌市で付近を探したところ、クマはおよそ1時間後に藪から出て道路を横断し、北側の山に入っていきました。また午前9時半過ぎには、浄水場から東におよそ 1.5 キロ離れた路上からも別の個体とみられる子グマ1頭が目撃されています。